ークでマグロ選手権をやってるっていうことですか？そうですね、6歳の息子と12歳の小学校の娘がいまして、はい、3人でやってます。ちなみにどうやってやるんですか？今日ちょっと娘とかは学校で来れないんですけれども、はい、一応絵を描いてもらってますので、それで説明したいと思います。はい、楽しいソファ遊びマグロ選手権をやってみよう。かわいい。マグロ選手権とは、一本釣りで釣り上げられていたカツオのように、カツオどれだけ勢いよくソファに飛び込んでビチビチできるか。田中さん、田中さん、ちょっと待ってください。何でしょうか？え、カツオ選手権でしたっけ？マグロ選手権でした。マグロ、はい、マグロだとビチビチしないじゃないですか。なので僕らが目指すべきはそういうことか。あ、そういうこと、はいはい、カツオ釣り上げられた。確かにカツオの方がこうバーンとこうね、濃さの方がいい、はいはい、ちょっとごちゃごちゃしちゃすいません。まあまあまあ、でも許容範囲内でしょ。いやいやいや、許容範囲じゃないじゃん。カツオ選手権じゃないんですよ。あれは気になるな、どう考えても。じゃあカツオ選手権でいいじゃんって話。まあまあ、勢いよくソファーに飛び込む、ね、はい、勢いよく飛び込む遊びですね。で、綺麗な絵、技があります。はいはい、飛び込むときに、回転します。はい、その技がスピンスプラッシュ。あ、はい、ね、それカツオなんですよね、その絵は。これはマグロですか？マグロですね。はいはい、で、飛び込んだ時、飛び込んだ後に、はい、ソファーで回転する技ですね。これがローリングサンダー。なるほど、ソファーでね。ソファーで回転します。はい、で、最後ですけれども、体力の限界が来た、うん、という時に、両手を広げていただいて、ポーズは自由ですけれども、うん、エクストリームと叫んでいただくと、はいはいはい、いうことになっております。それが終了の合図。エクストリームといったら終わり。はい、なるほど。田中さんもやられるんですよね、実際。そうですね、やりますね。はいはいはい。ということで、北九州にいるお子さんにも参加していただき、オドぜひ第1回マグロ選手権を開催。若林さんにはジャッジをしてもらいます。それでは最後、田中さんの挑戦です。お願いします。スピンスプラッシュ、いいぞ、いい飛び込みだ。ナイススプラッシュ。なんか言ってる、なんか言ってる、なんか言ってるぞ、いいぞ、なんか言ってる、なんか言ってる。もっと回れるだろ、もっと回れるだろ、回れるぞ、回れるぞ、回れるぞ、諦めるな、自分を信じて。昔はもっと回ってた、回れる回れる、見せつけてやれ。そうだそうだ、落ちても関係ねえ、関係ない。そうだ、逆回転、逆回転、逆回転もいけるだろ、逆回転も、逆も、そうだそうだ。お前はマグロだ、マグロだ。止まったら死んじまうんだぞ、マグロっていうのは。なあ、ずっと泳いでないとダメだから。そうだろ、マグロ、マグロ、子供たちも、小マグロたちも見てるぞ。行け、まだいける、まだいける、まだいけるぞ。言うなよ、絶対エクストリーム言うなよ、まだな。まだいける、まだいける、広げるな、手を広げるな。マグロだ。そうだそうだそうだ。泳いで泳いで泳いで、ナイスウェーブよ、ナイスウェーブ、ナイスウェーブ、そうだそうだそうだ。マグロだ、マグロだ。言うな、まだまだ広げるな。マグロ、一回言ってみよう、一回言ってみろ。俺はマグロだ、一回言ってみよう。俺はマグロ。よーし、よしよし。いけ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 。いいぞいいぞ、盛り上がってるぞ、ほら北九州のお宅が盛り上がってますよ。どうだ、どうだ、いけるか。願いしちゃいます。言いなさい、エクストリームを。エクストリーム。はい、ありがとうございました。田中さんの挑戦でございました。田中さんの得点、6点です。ねえ、あんなに頑張って。あのね、途中までもう優勝だな、今回の大会、田中さんの回だなって思ってたんですよ。一回落ちたじゃないですか、床に。落ちてもうフィニッシュでよかったんですよ。だけどそっからまた戻ったり、なんかダラ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 やって、でもうどん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 田中博之になってったんですよ。マグロに見えてたのが49歳、九州の中年男。厳しい。で6点です。全部減点とか。